よき日と申します。今回はブリュレプリンクッキー&クリームの商品を集めたオランジの クレームブリュレのロールケーキ、いただきます。ほけてる。いい匂い。美味しい。クリームの中にバニラビーンズが入ってる。カラメルソースも入ってるけど、あんまり感じなかった。少ないやつ食べちゃったんかな、ソースが。次、山崎のクリームたっぷり生ブッセクッキークリーム。結構たっぷりクリーム入ってるな。だいぶ甘め。クッキーはソフトな感じ。美味しい。次、オランジのトロールスフレサンドクレームブリュレ。もうちょっとクリーム入ってると嬉しいかな。生地がまあまあ分厚いからクリームが生地に負けてる。赤城乳業のチョコがけザクザクノワールクッキー&クリーム。クッキーは確かにザクザクしてるか、外側のチョココーティングが強く。で、これノワールのクリームは使用していませんって書いてある。アイスはバニラらしい。バニラアイスにノワールのココアクッキーが混ざってて、そこにチョココーティングがしてあるって感じ。おいしいけどチョコが強いかな。チョココーティングの甘さが強い。そこそこ甘め。クッキーはサクサクのやつとしっとりのやつが混ざってた。次はこれだ。オランジのクレームブリュレモンブラン。今日はくぐれてなくない、あんまり。美味しそう。中からもカラメルソースが出てきた。結構カラメル強い。うん、まあまあ美味しかった。まあブリュレっていうかカラメル味やけど、美味しいからいいか。味変しますか。韓国発プリンクルパウダーポテト、オニオンチーズ味。なんかオニオンチーズのことを韓国ではプリンクルっていう。ちょっとこれが本物のプリンクルの味に近いか分からんけど、美味しい。オランジの控えめに言ってクリーム多めのシュークリームクレームブリュレ。クリーム多めやな。カラメルがすごい量。これよりはるかに多いカラメル。昨日これのさ、シュークリームを食べちゃってんな。どうせシュークリームとエクレアほぼ一緒やろうと思って。もう全然ちゃうかった。エクレアの方は、こんなんじゃなかった。カラメルソースが入ってなかった、エクレアの方。
まあ辛めぐらいだけど美味しい。クリームいっぱいやし、マンダンライフのこんにゃく畑、大グルメ、濃厚プリン味、プリンなのに、うん、匂いはめっちゃプリン。めっちゃ不思議。ゼリーなのにプリンの香りと風味がする。食感は普通にこんにゃく畑。でもやっぱりフルーツ系の方が美味しく感じるな。ファミマのクッキー&クリームシュー。めっちゃいいわ。クリーム出てこんかった。じゃあボロボロ崩れる。シュークリーム界でもトップレベルの食べにくさやった。クッキー&クリームがなかったかな。もうちょっとクリーム入っとってほしい。マイキーベーキングのクレームブリュレフランス、こんな感じ。クレームブリュレではないかな。なんか甘い、何か甘いジャリジャリしたクリーム。でもパンが美味しい。オランジェのザケーキクッキーティラミス。すごい量のクッキーが入ってる。コンクリートみたい。意外と甘さ控えめ。ティラミス感がある。クッキーはしっとり系で美味しい。クッキーがめっちゃ贅沢に乗っててよかった。甘すぎず、ほろ苦いティラミス感もありつつで、ね、美味しかった。山崎のクリームたっぷり生どら焼きプリン風味。ちょっと偏ってるけど、カラメルは味のパンケーキみたいな味がする。カスタードプリンっぽい感じ。だいぶ甘い。味変カルビーポテトチップス香味ペースト味。いい匂い。美味しい。ポテチはあんまり外れないような。マネケンビルギーワッフル。アイスクリームが溶け込んだクッキー&クリームワッフル。クッキー&クリームのアイス溶かしたみたいな味。冷やしても美味しいって書いてあった。冷やしとけばよかった。半分は温めるんじゃなくて冷やそうかな。クッキー感はないな。ここはクッキー感が。ワッフル冷やした。冷えたワッフル。クレームブリュレのタルト。パスコです。クレームブリュレではないかも。でも普通に美味しいタルト。下側は割とザクザクのタルト生地。ごちそうさまでした。今日美味しかったのは山崎のクッキークリームのブッセとオランジのクッキー&クリームのケーキ。
本当これも美味しかった。クリンクルパウダーポテト。若干甘じょっぱい感じ。玉ねぎの甘さがある。では。